ね、一番の興味は無論優勝争いなんですが、日本のライバルと言われている奥村組とですね、それから玉置組、それに今回英国から、来日いたしました新鋭のヒルトン組、はい、この3組が優勝を争うのではないでしょうかね。3組の接戦が予想されるというところですね。そうですね、とても楽しみですね。楽しみですね、はい、それではプロフェッショナルラテン部門決勝の模様、これからご覧いただきましょう。それでは決勝の開始です。最初はソロ競技のルンバからです。 We'll start off by a solo performance of Roomba. それではソロダンスの間に一組ずつ篠田さんに紹介していただきましょう。はい、最初の桑原組、この若いカップルは体の柔らかいリズムのある踊り、とても良い素質を持っていると思います。はい、先ほど聞いたんですが、自分たちの踊りは流れやすいので、今日は力強いストロングな踊りを心がけたいと、こういうふうに話してくれました。はい、Marcus Hilton and Karen Johnston dancing for you. ヒルトン組、英国の最も有望な若手です。もう2人とも24歳という若さ、15歳の時に全英のジュニアのチャンピオン、これは16歳以下の競技会なんですが、それから21歳以下の競技会で全英のユース、これは19歳20歳の時にも優勝していますね。1982年83年アマチュアの世界チャンピオンになりまして、今から2年前にプロに転向。180センチの長身、優雅でスピードのある踊りが魅力です。はい、From West Germany, Roman and Michelle Dunfuse.西ドイツのチャンピオン、バッヒューズ組ですね。はい、男性のローマンは191センチと世界のトップダンサーきっての長身、パートナーのミシェルさんは小さい頃からバレエを習っていたそうですが、2人でとてもスケールの大きい踊りを踊ります。Tomohiro and Kyoko Tamaoki from Tokyo.4位だった玉置組ですね。そうですね、ラインの美しい清々しいカップルです。ここ1、2年特に成長してきたカップルで、今まで欠点だった体のリズムも少し出てきたんではないでしょうか。日本のトップダンサーに成長してきました。
94, yes, Nicholas Cotton and Debbie Avalos. Cotton 組、ロサンゼルスから来日したアメリカの若手のホープです。はい。ニコラス君は英国のアマチュアの一流選手でしたが、アメリカに現在は移り住んで4年目。アメリカの代表選手として世界選手権などに出場しています。これからの有望選手といえましょう。109, Saburo and Jun Okumura from Hokkaido. Okumura 組、去年はこの大会では第2位で、まあ、日本の選手としては最高でしたけれども、今日の調子はどうでしょう。そうですね、昨年ノルウェーのマイレン組に次いで日本の、一番上の選手になったんですが、はい、先のヒルトン玉置組と、まあ、対照的な踊りなんですね。日本の選手の中で最もリズム感のある力強くスケールの大きな踊り手ですね。日本国内よりも英国で評価の高いカップルですが、今日の上位を争う一組だと思います。そうしますと上位争いはやはりヒルトン、玉置、奥村の3組の接戦というところです、ね、そうですね、この3組が上位3位までに入るのはまず確実だと思います。はい。May we have your results, judges? それでは採点をお願いいたします。はい、応援の方もよろしく。各審査員が1位をつけたところにランプが1つつくわけです。そうですね、ヒルトン組に1つつきました。ヒルトン組2つ3つつきました。4つ5つ、5人の審査員全員がヒルトン組につけたわけですね。1位と2位の差はこのランプほどはないと思いますが、この種目はヒルトン組が取りました。